まずブレイクダンスは、左で回るか、右で回るかっていうのを決めなきゃいけません。左で回る人は、全部、フットワークも左で回りますし、あのパワームーブも左で回るみたいな。左で回る人は、フリーズを全部左でやります。フリーズっていうのはチェアとか、あの肘取りとか、あの全部左でやるんですけども、右で回る人は、全部右でフリーズやります。チェア、肘で、片手倒立とかエアベイビーとか、右でやるんですけど、右利きの人が、右回りでやる場合、基本的に右手の方が力が強いはずなので、力をすごい 使えるので、パワームーブとかすごい力が出ると思います。逆に右利きの人が、左で回る場合は、左手であのフリーズをするんですけど、右手が空くので、あの右をすごい器用にあのポーズを取ったり、こう空いた手でこうスレッドしたりする、そう、右がすごい器用に使えるあのメリットがあります。それをまず決めてください。ちなみに僕は左で回ります。